はようございます。釣り子 TV です。注文していたね。最新の釣り竿が届きましたよ。厳重な、梱包されてね、届きましたけども、早速ね、どんな竿を買ったのか開けていきたいと思います。どっちから開けるかな。あ、中にこういう感じで見えますね。こっちから開けて引っ張り出してみるかな。じゃあ、ここに行きます。はい、じゃあ出していきたいと思います。おー、すごい。はい、こんな感じでね、すごいね、丁寧に梱包してくれてますね。どうしよう。チプチが。保証書がついて、納品書ですね。納品書がついて、で、じゃじゃーん！はい、こんな感じでね、竿袋に入って届きました。ここにこういう感じで名前が書いてあるかなと、ね、バノモスのね、竿ですね。ストライド 1VSCG56M っていうね、こういう竿を買ってみましたね。どんな竿なのかね。じゃあね、開けていきたいと思いますよ。おお、これがね、すごい欲しかった。よいしょ。グリップと、はい、ブランクスが出てきて、いやー、届いて、さあ、うわ、かっこいいな、これ。で、このグリップに。おー、いい感じ、いい感じ。ね。S 柏木さんがデザインした最新の、トップウォーターロッドですね。これをね、一本買ってみました。これはね、富士のガイドがついてるよ、みたいな説明で、ちょっとここ切っちゃいますね。はい、切った。いやー、切ったー。これはね、なんだろう。最新の竿なんだけど、ちょっと昔っぽいテイストもありっていう感じでね。で、ガイドなんかはね、結構大きめのガイドがついてますけども、注目するところはね、ここですね。このウッドグリップ、これかっこよくないですか。これね、柏木さんデザインのウッドグリップがついていて、ここにはこうね、刻印がついてますけども、秘伝ね、油仕上げっていうことでね、グリップ周りこんな感じ。以前ね、この同じモデルですね、これニュー、ストライド1っていうことだと思うんですけども、以前はね、このね、ブランクス部分のみで、3万5000円ぐらいだったかな、それで売っていたんですね。で、あ、俺こういうグリップとかね、ないしなーとか思ってね、それね、買うのは見送ったんですけども、今回はね、3万2000円前後でこのグリップとブランクスが、両方セットになってね、売っていたので、この新しいですね、ストライド1は買ってみようと思いまして、で、56M っていう仕様ですね。いやー、これね、結構前に、ブルっていうね、釣り具屋さんで、予約受け付けてますよっていうことで予約して、忘れてたんですけど、いよいよ入荷しましたよっていうね、お便りが来ていて、それでね、入金して、そしたらね、もうね、速攻でね、送られてきたんですけども、調子はこんな感じ。
構ね、あの柏木さんデザインの竿ってね、ほんとね、自分が使いたいプラグとかは投げやすいね。スローテーパーってわけではなくて、ちょっとねここら辺から曲がる感じですかね。こっちじゃなくてここら辺、素直にこうこんな感じで曲がるんです。で、バットの方はね細く見えるんですけど、ここら辺はねすごいパワーがあるね。これによって結構投げやすいね、調子っていうか、トップウォーターなんかで使うような竿だと思うので、ピンスポットにスポッってね、こうルアーを送り届けるね、それが肝になってくるっていうところで、でかいバスがかかった時は結構バットの方には、パワー、余裕を持たせてあるので、こういう感じでね、まあ、ここら辺を使って投げるっていうんですかね、ここら辺にギュイーンってね、重さを乗っけて投げるっていうね、こういう仕様の竿なんですね。でこの他にも、これがね M っていう番手なんですけども、もうちょっとね柔らかいね、竿なんかもあって、あとスピニングモデルなんかもあったと思います。で、ここのグリップはね、一緒で、この先端だけ付け替えることによって、同じグリップでね他の仕様のブランクスが使えたりするね。これはね、以前のストライド1と同じガイドみたいなんですけども、もうちょっとですね柔らかい方のモデルはもう少し小口径で今時のねガイドセッティングになっている。ただこの竿に関してはこの、まあ、ガイドの重さも含めた曲がりとかがね、これが抜群な調子っていうことで、以前のストライド1とですね同じような仕様で、組まれているってことみたいですね。まあただガイドはね最新の富士の、ガイドが組んであるので、まあ絡まりづらいんじゃないかなっていうことで、こんな感じのガイドですよ。バットの方から見ていくと、こう来て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 トップガイドに行くね。結構ね大きめの、ガイド径を採用してくれているので、例えば PE ラインに、リーダーを組んだようなそんな仕掛けとかでも糸通りがいいんじゃないかなということで、何にしてもこのグリップがねこれが欲しかったっていう言っても過言ではないね。このかっちょいいグリップが、ついてくるっていうことでね、これは楽しみだな。いよいよハイシーズンに突入しましたからね、いろいろトップウォーターの釣りもやっていこうっていうことで、結構ごつめの重めのやつを投げる竿はもういろいろ持ってるんですけども、結構ね以前20年前ぐらいですかね、好きでやっていたような、まあ、例えば8分の3オンス 10g 前後のルアーをピンスポットに入れてく、こういう竿がね案外なくて、6.6 フィートのやつとかね持っていたりするんですけども、ちょっと長めなんですよね。あとは、トップウォーターやるにはちょっとファーストテーパー気味かなみたいな竿はいくつか持ってるんですけども、昔好きで使っていた、まあ、例えばズイールのプッシュウォーターシリーズ、あれの現代バージョンみたいな竿ないかななんて思っていたところ、こういう竿がね今はねできてるよっていうことで、まあ結果やっぱりね使いやすい道具でいいところにねスパンスパンってね仕掛け入れていくとね、ほんとねよく釣れるっていうのが、まあトップウォーターだと思いますので、そこでちょっとこうね軽くて投げやすくて、最新で、トップウォーターみたいなね、そんな竿を、1本買ってみました。で、リールはねちょっとこれつけたいなってずっと思ってたのがあって、はい、こんな感じのリールつけようかなってことで、これはですね軽かった、コンクエスト BFS ですね。これなんか色合い的にもバッチリなんじゃないかなと思ってちょっとつけてみますね。今だとあのね新しい軽かったコンクエストなんかも出たから、そういうのもいいんじゃないかなと思うんですけども、あ、
いいね、いいね、いいね、いいね。柏木さんの仕様だと、まあ、こういう竿にロープロのリールをつけて、もうリール、投げやすいリールをつけてね、やるって感じだと思いますけど、まあ、こういう、どうでしょう、まず、丸型リールと合わせてみたら。ねえ、渋くないですか？こんな感じで、いいな。まあ、これとか自分の手持ちの巻物だと、グラビアスとかジリオンとかかな、ちょっと、ローギアなモデルとかね、そういうのでね、ネチ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 ってやろうかなと思うんですけども、しっくりくるな。このね、グリップ周りが本当最新式になった、まあ、プッシュウォーター、まあ、ブランクももちろんね、今時の最新の仕様になってると思うんですけども、で、今現行で出てる機種ではこの M パワーっていうのが一番ね、強めな番手になるんじゃないかなと思いますけども、これで例えば、スーパールーパー10とか、はたまた、そうだな、最近あの羽物とかね、好きでよく投げてるんで、大きな羽物ね、NZ クローラーとかさすがにって感じだけど、ダッチとか、あとは、D4 とかね、そういった中型羽物とかね、投げるのにもいいんじゃないかなと思って、まあ、結構ね、こうウィングインってね、ここら辺から曲がる仕様になっております。まあ詳しくはですね、実況動画の方でこれを使ってね、ちょっといろいろトップウォーターの釣りもね、やってみようと思いますので、引き続きよろしくお願いします。まあ本日はね、こういうのが届いたよってことでね、ちょっと早速こういう感じで、リールとかつけてみたくてね、動画を回していますが、このグリップ結構ね、想像以上にね、しっくりきて、あとなんだろう、手元にこう重心がきて、プランクスの方の重さを感じないんで、すごいね、軽快に手首だけでいいところにルアーがスポッスポッて入れられそうだなって、こういうことになっております。はい、というわけで本日の動画はこちら、バノモスのですね、 S 柏木さん監修の、ストライド1の 56M、こういう最新のトップウォーターロッドを一つ買ってみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。